はい、どうも皆さんこんにちは、翔平 TV です。本日はここ埼玉県入間市に来ております。ここでこの広いグラウンドを使いましてロングティー対決をしたいと思うんですけども、今回は全国の、視聴者さんをお呼びまして、まあ、挑戦者募集しました。そこで、複数の挑戦者たちが来られました。ではご登場いただきましょう。はい、ということでこの6名の、挑戦者たちが来ました。今回はロングティーをしたいんですけれども、まずちょっと年から言ってもいいですかね。年齢と名前いいですか。17歳の高橋です。高橋くん、お願いします。バッティング自信ありますか。小さいですけど翔平さんに勝てるように頑張ります。よし、お願いします。18歳の大久保です。大久保くん、はい。でもあの翔平 TV に対してどうですか、対決ですけど。まあ有名な YouTuber さんなので勝てるように頑張ります。バカ野郎。はい、でかいっすね。18歳の18歳ですか。井田です。井田くん、はい。まあ毎日やってるんで勝ちます。やばいっすね、腕めっちゃ太いってか。30代じゃなくて18っすか。18っす。 18？ そのいじり何回やる。18。ちょっと待って立ってみるよ。でかいぞ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 。183ぐらいある。いいっす。182？ いいです。1cm 差か、あんま変わんなかったわ。でかいわ。お願いします。おいっす、お願いします。19歳の辻です。辻くん19歳、マジっすか。とりあえず飛ばしたいと思います。飛ばします、いきます。お願いします。おいっす、お願いします。27歳林です。林くん同級生じゃないですか俺と。あ、そう。27歳どっちがすごいかを見せてやります。お願いします。はい、こんにちは。はい、こんにちは。30歳です。ルーキーズの森田です。森健と呼ばれています。森健さん、はい。普段下位打線打ってますけど、もう飛ばせるように頑張ります。今日やっちゃいますね。やっちゃいましょう。やっちゃいましょう。やっちゃいましょう。お願いします。お願いします。はい、という感じでこの6名と今回は対決をします。誰が一番飛ばせるでしょうか。それではやってきます。おう、ラスト、ラスト。
そうですね。多少なんかパシーンっていく感じ。いきまーす。おーすげえ。おーなんか打ちそうですよ。よし。1、2、スイングが鋭い。1、2、なんかすごいな、弾きがすごい。先生、おお惜しい。そんな人は。よしよしよし、いきます。1、2。あ、力んだ力んだ。なあ、なんだ。上がらねえ。パワーはあるの。上がらねえ。よし、よし。ありがとうございました。記録、円通、ワンバンド超えたっていうことで、いや記録、円タイトルツーベース、ワンバンドネットを超えたということで、はい、暫定1位ですね、これ確実に。あ、まあちょっと、そうですね、そうですね、でも後半ちょっとね、力みすぎて、ちょっと力みすぎました、狙いすぎました、狙いすぎました、ちょっと上げにいきすぎて、行きましたね、やりました、次の方はちょっと超えてやります、次の方お願いします、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。やべえ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 、結構スイング鋭いですね、スイング。まあ、最近ちょっと重いバット振ってるんで。あ、マジですか。少しは入る。スイングめっちゃ鋭かったっす。ありがとうございます。お疲れ様でした。もうちょっと飛ばした。もうちょっとですね、でも打球良かったな、でも。はい。ではありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけでラスト僕がバッティングをするんですけども、今のところ最高が林さんの円タイトルツーベース、円通。円通ってことで、まあ、僕はもう結婚してやります。はい、頑張ります。あーよーし、よし、はい、あ、やばい、やべ、上がんね、シンガーバイ、そうっすか、あ、やべ、いや、全然飛んでねえ、おい、えー、いけない、えおい、円通かもしんねえのに、くそ、円通かもしんねえのに、はい、はいはい、よし、はいはいはい、あ、いっためペンチョクかまよ。
ということで今回は、こちらの皆さんとロングティーをしました。どうもお疲れ様でした。本当にお疲れ様でした。はい、結果は、柵越えをしたのは、柵越えをした人、はい、すいません。あれやるなかったっすか。え、まあ、皆さん惜しかったですよね。当たりも結構良かったんで、もう紙一重ですよ、バットマンね。紙一重です、本当に、はい、もうちょっと頑張って取り込んでください。はいはい、翔平 TV の歌詞ということで、ホームラン4本ということでなんとかね勝ちました。はい、はい、ということで今回は、この皆さんとロングティーをしました。チャンネル登録、コメント、いいねお願いします。それではありがとうございました。お願いします。お願いします。見上げた空よりじんで色を失くしてしまいそう。